やってるの見たことがある人、はい、あー、そんな方がね、あー、ほぼ、近いですね。まあ、今日はね、ちょっといろいろ落語についてちょっとお話を、まあ、道式というふうになってたら、あとからまとめてもらってもいいし、まあ、今ちょっとメモみたいね、まあ、ちゃんと書ける子は書いてもいいし、でもまあ、あんまりこう、鶴をもらって鶴べです。これは鶴は師匠からもらったやつなんで、まあ、瓶が、ついてるので、この瓶を僕がもらって、瓶子ですね。なんでまあ、うちの。2個はどれどれがわかりますか、うん、ああ、ありがとうございます。ご足労いただきます。これ、これが、めくり。うん。これが、ザブトン。ザブトン。ああ、なるほど。それじゃあかぶりついてください。うん、熱いからこうね、口の中もこうハフハフしながらハフ、ね、食べてその後はい、歯型を見てください。うん、虫歯ないかなって言ってね、歯型を見てやったらね、なんとなくこれで焼き芋食べたんじゃないかなというふうに見えるというところでございました。はい、どうもありがとうございました。